丸くんはモテモテよね。うん。まあ、モテるかモテんかで言うと多分モテる。うん。多分ね。多分モテる。TikTok でよく回ってくるドラマがあるんよ。なんかね、明日、彼女は誰かのものみたいな。あるやん。明日、彼女は誰かの彼女みたいな。あれで、 ホストに貢いでブチギレる可愛い子みたいなちょっとピエン系のうん子がブチギレるところとかが回ってきたわけよこう切り抜きでそのドラマ見てないけどこっちを申し訳ないっけどちょっと話があんま分からないけどなんかああいうのを見てこうホストっていうのに対してこうすごい悪いイメージがついてしまうワンわかる その今から行こうと思ってたのにホストを行かんどこみたいなって思ったらかなりマイナスじゃないこれもうすごいすごい俺がちょっとだけほんとちょっとだけ思うことやけ全然心の隅の置いとってほしいんやけどま置いとかんでもいいぐらい、うん、まあ聞いてほしいぐらいなんやけどもっとおらんかったって思うよね。わかるあのホストの人。 もっとかっこいい人って言うんですかね言い方悪くすると。こいつにみたいなのがあるやん。わかる先入観で言うと、一発目に、こいつに、こい、こいつにみたいなのがまず勝つわけよ。その、そもそも。わかるその、ホストに騙されてとか、その、ホストに、まる君今日もかっこいい。ありがとう。みたいな。ありがとう。今日もかっこいいって。ファンの人に怒られるよ。いや、その、かっこいい。 よくないとかそうん。うん。わかるいけん、あの人が別にかっこよくないとか、そういう話ではなく、もっといけたやろっていう話。ホストとして。漫画なわけやん。だって原作が。多分あれ。いけん、もうちょっといけたやん。多分もうちょっとね。あれ、仮に、仮にね。あれがもう、ヤマピーとかやったら。うん ヤマピーとか、まあ、俺が好きな俳優さん、うん、とか顔がすごいかっこいいとかヤマピーとかやったら「まあ、ヤマピーならしゃあないか」ってなるくないわ <laughs> かる第一気持ちが第一気持ちがわかる分かってくれる人おるからこれうんうんあるんよな俺の中でうんそういうの。 別にその人が、あの人がかっこいいよくないとか、かっこいいとかそういうビジュアルとかの話ではなく、まず第一に。そう。もうちょっと寄せれたんじゃないのってあるやん。うん。かっこよかったりとか、こいつになら仕方ないわなっていうやつ。うん。こいつになら仕方ないわなっていう気持ちを、まず多分ああいうのって第一に置いた方が、クソがってならんくないみんなが女側についてしまうやん、あれって。わかる みんながあれ女の子側についてしまうんよね俺は多分その一部しか見てないけんあんま分からんねんけど女の子側についてしまうんよもう全ての気持ちがもうホストもう仕方ないじゃんにいかんわけようんこれはホストが悪いわってなってしまうどう考えもそうフィフフィフとか73とかじゃない10ゼロ <laughs> そうそういうのがあるけんちょっとかわいそうだなって思うよねうん俺はって思ったっていう話だけですはいだけですね